パルヌの市パルヌの旗、パルヌの紋章海湾の風景、パルヌは、エストニアの都市。バルト海のパルヌ湾沿いにある都市であり、エストニア屈指のリゾート地としても知られる。ピアルヌ、ペルヌとも表記される。人口は4136人。2019年1月、バルト海のパルヌ湾沿いに位置しており、町をパルヌ川が流れる。港湾都市としての機能を果たすほか、 エストニア屈指の観光都市であり、国内のみでなく、フィンランドなどからの観光客も訪れる。近隣の都市としては、約65キロ東のビリアンデが挙げられる。約45キロ南が、エストニアラトビア間の国境である。13世紀、リボニア騎士団がこの地に拠点を築いた。バルト海と内陸を結ぶ交易路上に位置しており、14世紀、半ばより、 ハンザ都市の一つとして繁栄した。その支配国を幾度抱えた後、18世紀の大北方、戦争によってロシア帝国に征服され、1721年のニスタット条約でその領有が確認された。19世紀前半よりパルヌはリゾート地としての開発が進められた。第一次世界大戦後にエストニアの一部として独立を果たしたが、 第二次世界大戦中にソ連によって併合された。東欧革命の過程でエストニアが再独立を果たし、パルヌも再びエストニア領となった。ありがとうございます。